オラーみなさんこんこにちはえ今日もまたみんなにお菓子とお茶に付き合ってもらおうかなと思ってよかったらなんかみんなも飲みながらあの。 ほっこり聞いい。てください今日はね11月の1日で昨日ハロウィンだったの。で、ねまあ、そんなお茶をしながらちょっと今のスペインの状況を話しつつね深刻なスペインの状況を話しつつあのやっていこうかなと思うんですけど10月31日ってねほら巷ではハロウィンじゃないもちろんスペインでもハロウィンお祝いするんだけど、まあ、ハロウィンというよりもこっちはね別のねカスタネアダっていうお祭りの日でそれはいろんな成人たちを祝うお祭りなんですが基本10月31日から11月 2月の1日にかけて死者のね。先祖の魂が戻ってくるわけなんですよ。まあ、日本でいうと門みたいな感じですかね。だからこう人々はお墓参りをしたりするんですが、その時に食べる。このお菓子、これね。うん、すごく美味しいから。数大好きなんだけど、こう？松の実のお菓子で中にアーモンドとかまあ、卵とかちょっとこう。マジパンっぽいのが入ってるお菓子なんですよね。で、これを食べるのが。 えっと伝統なんですね。なんでちょっとそれ食べながら最近の話をしていくかなと思います。えっ、ー、と今日はハーブティーね。これいいでしょうこのね老ソクのこのこれが流行ってるやつだとねずっとあっかいからねいいんだよねこれね。えっ、ー、と何が入ってるんだっけ。えっ、ー、とこれはロイボスティーとかかな。そう。ちょっとお茶飲みます。みんなもなんか飲んでる。 ちょっとまずは。お腹空いてるんで、これ一個食べますね。これ。うん。うん。ごめんね、食べた。甘、ま、さ控えめで、めっちゃ美味しいの、これ。なんかちょっとこれ、この緑茶にも合うよね。スペインってさ、アラブ文化の。 影響もあるから、ちょっとこうエキゾチックなあのアラブ系のお菓子の影響もあるのかなちょっとこうアジアンな味,も,味もしつつ、うん、すごい美味しいんうんふん食べるからちょっとうん、うん、ほっかりうんん これはねうちのすぐ近くの1 8 5 8年か2年ぐらいからやってる老西のお菓子屋さんのがすごい好きで甘さがすごい抑えてあるから美味しくて、まあ、あのいろんなところで売ってるんだけど日持ちするお菓子だからこの10月30日から1日ってあの死者の魂も戻ってくるしあとこれから冬に入ってこう眠りにつくっていうからこう死をね あのこういろいろイメージしているイメージというかこう祝うという日なんですけどだからこの永遠とはにっていうようなこの日持ちのするお菓子でそういう意味もあるしあと昔はね死者が戻ってくるということで教会の鐘をその31から1日にかけてもう一晩中あの鳴り続け鐘を続き,続き続けたもう日本語おかしいよねごめんね。<laughs> だからあのその人たちが 体力をつけて金をつけるようにとこうちょっとこう甘いあの腹持ちのするお菓子を作ったとかねいろんな説があります、うん、そうだから昨日はねこのお茶美味しいあの10月の31日でまああの週末ロックダウンというのに入っていてもうの週末金土日はバルセロナの中 にから外に出てはいいけないしそして入ってきてもいけないっていう、まあ、週末ロックダウンというのになってるんですけどあとはあのこの前のビデオでも話したけど夜10時から朝の6時までの外出は禁止っていう感じに、えー、この2週間になっていて、まあ、それが来年の5月まで延長可能っていうんで金曜日のようにすごいかなり大,大規模な。 あのアンチロックダウンの抗議デモがあってねもうそれがすぐうちのすぐそこでやっててあ夜の多分7時ぐらいから1,500人ぐらいの人が集まったようなんですが。<noise> ももうわーわーっていう声が若者たちが集まって結構こう爆竹投げたり火を放ったりちょっと恐ろ,恐ろしい状態だったようなんですがあのあの私はちょっとこう不安にね窓からあの聞いてたりしたんですねヘリもバンバン取ってるしでそのうちやっぱりその若者たちがちょっとあのうちの下の通りまでやってきてバンバーンとか叩いえたりしてたんですけどまあねちょっとこう。 いやそれは抑えつけられてるあの自由を奪われてね友達とも会えなくなる若者の気持ちもわ、まあ、からないでもないですよ私なんてもうね別に夜10時とか寝てることも多いし夜10時から6時まで出るなって言われてもはっきりであんま関係ないっていうのもあるんだけどね 若い人たちはそれは大変だよねそれが来年の5月までとか言われたらあのいっかり爆発しちゃうのかもしれないけどやっぱり今ちょっと踏ん張らないとここで踏ん張らないともう完全なロックダウンに入っちゃうから、ね、やっぱりそれはもうあのみんなの人のことも考えてやっぱり責任を持って行動しなきゃいけないと思っております。 っていうなんか真面目なこと言ってるくせに昨日はハロウィンだったんで <laughs> ちょっと友達の家に遊びに行ってしまって友達っていうのも6年までででは会っていいんですよでそれも普段その生活をね共にしたりとか例えばうちの学校の子どもたちのクラスメートのおう家に呼ばれて行ったんだけど毎日会ってるからねクラスで毎日会っててお迎えに行ってそのお父さんお母さんとも毎日会ってるからそういう範囲内だったら会ってもよろしいと6年まで。 っていうあの今規制になっていて仮装してねプチ仮装して行ったんですよ。対、まあ、してあの道具がなかったからあ、まあ、私はちょっとエイティーズな感じで本当はエイティーズのかつらが無にあったんだけどそれはミヤに取られたので私はアフをかぶり,あかぶり、まあ、こうやってこんな感じで行きました。ねこれちょっと見てこのお家のすごいでしょう

まあね、あのいつまで続くかわからないからガチガチになりすぎずに普段会ってる人たちだったらやっぱりね会ってもいいのかなと思うんですよ。 本当は、ね、来週の末にバルセロナから郊外に引っ越しちゃった友達がいるんですけど彼女を訪ねて女3人で1、えー、泊だけの旅をしようって言ってたんですねバルセロナから車でちょっと行った郊外の,あの違う町に住んでいるんですがもうすごい盛り上がっててほら子供たちを置いて1泊だけで行くからねそんなのもう私多分したことあるか、まあ、あ,るあるね <laughs> あるけど、まあ、すごい久しぶりだから。 もうチャットでも盛り上がりまくっていたんだけど今週末ロックダウン出ちゃったしやっぱりそれはできなくなってしまったのでその気持ちを今どこにっていう感じなんですがその彼女がねあのこの前の週末ロックダウンが始まる直前にうちに遊びに来ててくれて持ってきてくれたこのアーモンドのお菓子もこれもちょっとめっちゃおいしいのおいしいらしいですよこのアーモンドチョコレートコーティング。 うんおいしいありがとね愛獣うんまあそんなこんなでうんあお茶おいしいバルセロナはねあの、まあ、スペインは大変なことにちょっとなっているんですが どんな大変な状況になったとしても,もう時間は同じよううに流れるるからね、なるべくく楽しし過ごそうとしております。この夏にねやっぱりちょっと子ロッが不ウンもあって不安になることがたくさんあってうちの息子がね結構悲しくなったりとか泣いちゃったりとかする感じがよくあってですねよく彼と話していたわけなんですよ。まあ 何が悲しかったかっていうとやっぱりパパとママの家を行き来しなきゃいけなくて学校があった時はもう気が紛れてたから良かったんだけど学校がなくなったりすると友達にあんまり会えなくなったりするとやっぱり家族が本当に彼の生活のメインになるからその時に親が離婚してるっていうのにすごく、まあ、パパとママが一緒に暮らしてないっていうのにが改めて 辛かったようで,で,でパパン家に行ってる時はママが死んでしまうのが怖くてママん家にいる時はパパが死んでしまうのが不安でっていうかいつか死んじゃうからこの一日一日がそのパパとママの死に近づいているっていうのが悲しくて「ほうって泣いちゃうっていうのがあったわけ何回も。でそれをね話してくれるから「なんでそんな悲しいの?」って言ったら話してくれるからすごいた、ね、めないでよかったなと思ってるんだけどよくねあの 彼、ね、やっぱりそのいや今ママは生きてるしテオがねママがい,なくいつかいなくなるのを悲しいと思って今泣いても悲しいんだって同じ時間がこうやって1時間2時間24時間こう流れているから今起こってないことに思って悲しいと思って時間が過ぎていくのと何か楽しいことして笑って時間が過ぎていくのどっちがいいかねって。 言ってたのでもその時はなんかちゃんと伝わってるのかなとか思ってたんだけど、まあ、最近になってね彼がすごい元気になってきて、まあ、学校も始まったしねそうそうでなんか最近,最近どうよなんて話をしてたらちなみに今今うちの息子10歳になったばっかりなんですけど「あのうん」とか言って「もう大丈夫?」ってね。であのどうせね過ごすんだったら1日は24時間しかないから過ごすんだったら泣いて泣いてるよりも。 楽しい方がいい方がやってって言ったのだから「ああ」と思って「あそうそうだよね」ってそしたら「うんそれママが言ったでしょ」って言っ,たか言ったからって「あそっか」って「あじゃあ伝わってたんだ」と思ってちょっとね嬉しくなったわけなんですよ。子供って聞いてるよ聞いてないようでちゃんと結構聞いてんだねと思って。でもそれだけやっぱりすごい私たちが言う言葉の影響が。 大きいんだなって私もねもう兄弟喧嘩がすごい最近ひどいからねもうとどける気かあとかなったりもするわけなんですよ「じっちゃこんなこと言っちゃダメだよ」っていうようなことを言って自分で落ち込んだりもするんだけどそうでもだからすごい気をつけなきゃいけないなと思って子供のあの、ね、心にはすごくやっぱり親の言葉って響いてるしね親の行動も。 そうね、いやもう全然私もダメな母親だから子供本当に日々いろんなことを学んでるわけなんですがまあとにかく皆さんどんな状況にせよ <laughs> 同じ時間流れちゃってるんでどうせだったら楽しく過ごしましょうねということであのお茶に付き合ってくださってありがとうございましたまた次の <laughs> ティータイムでお会いしましょうじゃあね またねこれバルセロナ来たらあのぜ,ぜひ一回食べてみてうちの近くの,あの老舗のお店の下リンク貼っとくからそこのすごい美味しいから。それではさようなら。